200ちょいいったあたりも、まあ、全部レギュラーだけどやっぱりリアクションがあるんだよね。でこのレギュラー4連発で飲まれた分ぐらいの声が返ってきちゃってるっていうね。これはもう完璧だよ。結構行間をこうつなぎながらね、でビッグで増やすっていうもう理想的な、うん、今流れだ。点数つけるなら95点だね、うん、で最高で95点だから100点のパスローっていうのはありませんのでね、うん、95点。まあこうなっちゃうとだからもうあとはもうどれだけ出せるかっていうか、もう自分との戦いですよ。ね。ハラハラ打ってる人はね、みんな俺アスリートだと思ってますんでね。もう自分との戦い、いいハラハラ打ってる人は特に。よし。ね、約束を果たすようにここでビックルから130ゲーム。レギュラーでつないでつないでね。いや今ねぐるっと見てきたんだけど、花もいいけどジャグラーもいいねやっぱり。うん、支持率的にはでもジャグラーっぽいんだけど、うん、これはね勝てますねズバリ。うん、心得てる人なら勝てると思う。とりあえず1000ゲームで6の6だったんで、ただねこれがね2000ゲームで12の12にならないところがね難しいところなんですよ。うん、絶対とは言わないけど、まあ、そこまではさすがにね、まあ、普通ないよね。うん、いやなんか場合によっちゃね、やっぱ満枚とか出ることもあると、個人的には出したことないですけども、花でもそのぐらいはいけると。実際その花の満枚出たデータとか見せてもらったことあるんですけど、もうだからこのぐらいのまま最後まで完走できれば最終的に、まあ、そこで13時間144時間とかしっかり回しきれればね、うん、てか逆にその今の感じで13時間14時間回しきれて初めて残る枚数ってことなんだろうね。いや、花の万枚とかはものすごい価値のあることだと思いますよ。一応個人的にはね、5号機で万枚というのは過去2回あるんですよ。1回目が番長、2回目が10号の辺はもうなんかね、じゃあその辺で1万枚出ましたと、でも誰も驚きはしないんだ。だから逆に
一般的にねそう出ないと思われてるような台でね、えそれで出たのなんていうね、まあ、ある種もうスーパースターだよね、鼻派で満杯出した人なんていうのは。でもなんかジャグラーもそうだし花もそうだし、ね、お客さんもなんかガツガツしてなくていいね、なんかね。もうあるとなったらもう根っこまで抜いてやるんだと、ね、もう目の色変えて回す人がいっぱいいるね。そのテックバイみたいなお店も俺個人的には嫌いじゃないんですけど、ね、でも手肩の力を抜いてね、まあ、板橋はまあ言ったら下町なんでね、東京で言うとね、うん、っていうやっぱり土地柄が出てるのかもしれない、うん、板橋って下町だよね。そうだよね、だよね。で、まもなく200ゲームなんですけども、ここで一段落するのはまあしょうがない、うん、しょうがないよ。逆に、うん、この1000ゲーム以上のものに期待するのはさすがに野暮なんでね、もうここはもう、うん、甘んじて受け流すとこだ、受け流さなきゃいけないとこだ、うん、サッカー好き？サッカー好き？わかんない。ワールドカップの代表メンバー決まったでしょ？決まったのよ。でもしね、じゃあパチスロの台でね、日本代表をね構成しようじゃないかとなった場合に、俺花花は絶対入ると思うんだよね。センターバックだね、センターバックで両サイドをジャグラーとニューパルで固めたいんだ、後ろに監督的には。で今だとそうだな、ワントップハーですね、その下3枚を窓マギ化け物、窓マギ化け物モンハンあたりで固めたいね、うん、トップ下は、うん、キーパー誰だろうね、鉄壁っぽいやつ。熊酒場とかいいかもしれないね。熊酒場。キーパー熊酒場。ごめんね、何言ってるか分かんないでしょ。俺もよく分かんないもん。よし、まもなく300ゲーム、これはもう帳尻合わせだよ、うん、納得の300ゲーム、許します、全然許します。で、今293ゲームでしょ、でこれ350までに当たるから、うん、分かるんですよ、うん、まあ、あと50ゲームだね、せいぜい。俺そういうのことごとく当てるから、
まあ見てなさいよ、まあ見ててくださいよね。ね、ね、318ゲームね。ね、マジシャンみたいでしょ。でね、これもまた以来の特徴なんだけど、次がね、どうや、あ、次がね、どうやっても100ゲーム以内なのよ。下手したらもうドレンちゃんだね。ああ、下手したらドレンちゃん。鼻鼻なんてね、基本あの猫みたいなもんなんですよ。ほっとくとね、あの何しでかすか分かんない嫌いがあるんだけど、このご機嫌をね、そのいかに読み解きするかっていう、そういうゲームですからこれ。で今49ゲーム、ね、これで50ゲームでしょ。まあ、あとせいぜい50ゲームぐらいだと思いますよ、以内ね。これで70ゲームという感じですよ。すごいでしょ、すごくないですか。ちょっとね、この辺がね、やっぱり一流アスリートたるゆえんなわけですよ。大体当てるからね、大体、うん、当てるから。いや、もう今日はもう完璧だ。1428ゲームで8の6、どこまで引っ張れるんだろうねこれね。2000ゲーム超えても100分の1ぐらいで推移しちゃってってたら、もしかしたら、もしかするかもね。まあ、6時間といつも賞味5時間半ぐらいの実践時間になると思うんですよ。いや、5000枚まではあるからね、でも。ただ過去5時間の実戦で花で最高だと、だ実際5000枚出したことはない、4000ちょっと、かな。3000枚台はまあよくあるんだけど、まあさすがにね、半日ってなるとそっから先はなかなかやっぱあるようでないんだ。2000枚台、3000枚台はまあザラ。